皆さんこんにちは、小池アミゴです。吉祥寺美術館の武蔵野ジュラシック大作戦、残念ながらオミクロン怪獣大暴れでみんなと実際に会ってできなくなってしまいましたが、オミクロンに負けていていいわけがないので、オンラインでワークショップやります。ではワークショップのナビゲーターを紹介します。ズンズン、はじめサウルス。はい、このはじめサウルスは、はじめくんが発掘した凶悪なかっこいい恐竜ですね。すごく気持ちいい線で書いてあります。だからみんなも上手な絵とか描こうってしなくてよくて、手を動かしていて、あ、気持ちいいな、あ、すげえ、俺かっこいいなと思うことをできたらいいと思います。そしてまず白い紙ね、無限の宇宙、無限のジュラシック大陸といえるこの白い紙を用意してもらって、みんなが使いたいペンとか鉛筆とか筆とか絵の具とか色鉛筆とかクレヨンとか用意して書いてみましょう。レッツゴー。パッカーン。大切なのは白い画面。ぐーって線引いたとき、あー気持ちいいな、俺すごい気持ちいいなと思えることが大切です。そして次、じゃあ恐竜ってどんなのかな、恐竜って大きいよねって思ったら、おーきい、でかい、あ、紙からはみ出てしまった、でも平気、でかいから紙からはみ出るのは当たり前でいいと思います。そして恐竜はどんな性格なのかな、優しいのかな、怖いのかな、強いのかな、そんなことを想像して、それもやっぱり手が気持ちいいな、強い恐竜、優しい恐竜、やばいやつ、そうやって考えながら、そうすると自然と手が動きますんで、その通りやってください。そして色を塗ります。絵の具使う人はたっぷり絞る、色鉛筆をしっかり持つ、クレヨンをしっかり持つ、そして自分が色を塗るときに気持ちいいなっていう風にやってくれたらいいです。気持ちいい、気持ちいい。色塗りのヒント、チャッチャチャーン。この恐竜何食べてんのかな、僕が大好きな食べ物好きだといいな、僕はスパゲティが好きだから、トマトソース、トマトソース、トマトソース、バジルをパラパラとかね、なんか自分の好きな食べ物の色で塗ると結構楽しい色になるから、ぜひトライしてください。はい、じゃあね、お子さんが絵を描いている時、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、どうしたらいいのかなというちょっとヒントを出します。例えばこんな場合どうしましょうか。ママ見て見て見て、え、これ何描いてんの、これ恐竜だよ、え、恐竜全然似てないじゃない、この会話はね、絵を描けないという大人を一人作ってしまうからやめてくださいね。分かんなかったら本当にそこに書いてあるところそのまま言えばいいです。あ、赤いねとか、あ、黒い線だねとか、そしたら違うよ、これはこうだよってお子さんが答えてくれるかもしれないし、答えてくれないかもしれないけども、でも何か自分がやったことを認めてくれた、それが絶対力になります。その他、お子さんの絵にどんな声をかけたらいいかなって言うんですけども、例えばかっこいいね、おしゃれだね、そんないつも自分が使っている素直な言葉でいいと思います。一番いいのはね、楽しいね、そんなこと言うと、あ、今親子との関係の中で僕は楽しいんだ、よし、このまま前に進んでいくぞってなります。ぜひそれやってみてください。はい、すぐ絵を描けない子がいるんです。焦んないで、絶対焦んないでください。
特にね、たくさんの人と書いてるときにポツンとしてしまう子がいるんだけども、お母さんちょっと慌ててさ、書きなさい、自由に書いていいんだってよとかね、そんな風なこと言ってしまうんですが、そういう子をね、僕ね、出会ってきたほとんどの子がものをものすごくよく考える子で、みんながわーっと書いてるときに自分は何書こうかってまず考えて立ち止まってる場合があるんですよ。で、本来絵って決められた時間の中に仕上げるものじゃなくて、自分が書いて終わりと思ったらそれが終わりなんですよね。だから始めもそうなんです。今から書き始めよう、せーの、用意ドンってできるものじゃなくて、書いてって言った時に、あ、みんな一生懸命書いてるけども僕は違うぞと、僕は今何を書こうか考えてる、あそこにあんなこと書いてる、ここにかんのか書いてる、よし僕も書いてみよう、そう思うまでに本当ね30分ぐらいかかる子もいます。でもそういう子は結局最後その全部の画面を制圧するぐらいのものを書きます。だからね、やっぱ子供がもう表現するって、なんか習い事やってるんじゃない限りは待ってあげる、待ってあげるっていうのが一番自由への道じゃないのかなって俺思うんですけどね。これも本当にワークショップたくさんやってきたの実感です。でも全ての子が自分の表現の仕方、自分らしい表現の仕方っていうのを手にしてくれたらいいなと思ってる僕はね。だからそう、絵描くときもみんなと同じことやるって逆に気持ち悪いと思うんですよね。だから焦ることなく、初めの一つのアクションを待ってあげる。何か点を一個でもパンと打ったとき、そこに顔がポッとね、表情が明るくなる場合があるんですよ、開く場合から。そこを見ていてあげて、そしてお子さんが見てって言った合図をくれたら見てあげる、見てあげるだけで本当に子供は安心して前へ進みます。そんなことをこのオンラインですけどね、ワークショップで楽しんでくれたらいいと思います。子供さんがね、本気で絵を描こうとかいうことになったらば、そこはまた違う言葉で語ることはありますけれども、絵は遊びです。そしてこの世に絵心なんてものはありゃせんのでございます。お母さんもお父さんもなんなら一緒に、お子さんと一緒に絵の具遊び、絵遊びをしてくれたら世界はハッピーになるんじゃないのかなと僕は思っております。ではレッツトライ、ビヨヨ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 ヨ